プールルメリット勲章。プールルメリット勲章は1740年にプロイセン王国で制定されたの勲章の一つであり、先行章と平和章がある。先行章は第一次世界大戦終結までのプロイセン軍における最高の名誉勲章であり、俗にドイツ語でブラウアー、マックス、英語ではブルーマックスとも呼ばれる。 ドイツ革命による帝政廃止に伴い廃止されたが、平和賞は1952年に復活した。1740年、プロイセン王フリードリヒにせい、大王によって最高の名誉勲章として制定された。プールルメディットとはフランス語で、功績に対してという意味である。1810年まで、ジオ大賞は軍人と一般市民であったが、この年の1月に、 フリードリ・ヒビル・ヘルム三世は、軍人のみを、事与対象とする布告を発した。1813年3月、フリードリ・ヒビル・ヘルム三世はさらに白羊を飾り付ける、章を制定した。白羊付きプールルメリットは当初戦闘において、著しい戦果を挙げた者に贈られ、通常を対象者は、上級将校に限られた。当初の規定では、要塞を攻略したか守り切った。 あるいは戦闘で勝利した場合とされた。第一次世界大戦までは、白洋はしばしばプールルメリットの次、上位の勲章とされ、受賞者はまだ上級将校に限られていた。通常は上級の規定にあった、卓越した野戦式機で数少ない下級将校での白洋受賞者は主に、勝利した戦闘あるいは戦役の作戦を立案した参謀将校だった。 1842年、フリードリ・ヒビル・ヘルム四世は新たに平和勲章と呼べる等級を設けた。プールルメリット科学芸術勲章である。これは人文科学、自然科学、ファインアートの三つの分野を対象とした。1866年、第十次昇級が制定された。この等級は敵軍に多大な損害を与えた者に授与された。第一次世界大戦で、 マンフレート本利一方ンが活躍した際、軍部はこれを授与しようとしたが、規定の資格に満たなかった。そこで、代わりに、石州大十字勲章が授与された。後に、通常のプールルメリット勲章も授与された。ドイツ帝国では、英典制度の制定や、除勲の権限は、各両方にあり、ドイツ帝国の勲章というものは存在しなかった。そのため、 ドイツが統一された後も、プールルメリット勲章は、プロ戦王国の勲章として存続し、第一次世界大戦時には、プロイセン国王ビルヘルム二世より、帝国諸法の将校へ授与された。第一次世界大戦の間に、プールルメリット勲章は、世界的に有名になった。多くの戦功を挙げたパイロットたちに、ドイツ軍部が多分に、宣伝のために授与したからである。 最初の受賞者は、インメルマンターンとして知られる、空戦軌道を編み出したマックス・インメルマンで、八機撃墜の功により授与された。彼のマックスという名前と、勲章の青によって、ブルーマックスという属称が使われるようになった。戦争の間に撃墜数が増加するにつれて、受賞基準は厳しくなり、最終的には十六機撃墜が基準となった。受賞者には、 袖に青い丸太十字とワシの気象、プールルメリットの文字を縫い付けることと、常に勲章を身につけていることが義務付けられた。著名な受賞者としては、上記のマックス・インメルマン、マンフレート・フォン、リヒト・ホーフェンの他に、後に、ナチスの実力者となるヘルマン・ゲーリング、第二次世界大戦で活躍したエルビン・ロンメル、ホブネゼア・ドラゴで、通称破壊を行った、フェリックス・フォン・ルックナー。 ユーボートで大戦火を挙げたオットベリゲインと、ロタル・フォン・アルノード・ラペリエール、東アフリカでゲリラを率いた、パウル・フォン・レッド・オ・フォルベックなどがいる。最も長く生存していた受賞者は、小説家のエルン・スト・ユンガーで、彼は1918年に、不評少位、特攻隊長だった23歳の時に最年少の主官として受賞し、1998年に102歳で亡くなった。 大半の受賞者は、大将位などの下級将校で、特にファイロットが多かった。上級将校では、特に戦場で優れたリーダーシップや勇気を発揮した、場合に受賞された。1918年11月9日、皇帝ウィルヘルム2世の大位に伴い、プールルメリット勲章の授与は終了した。バイマル共和制においては国家による助訓が禁止されて、いたが、平和賞は、 任意団体による表彰として、国内外の科学者や芸術家らへ多数が授与された。最も有名な受賞者には、物理学者、アルベルト・アインシュタイン、1923年や、女性芸術家、ケーテ・コルビッツ、1929年らがいる。ただし、ナチス政権は、コルビッツほか、反ナチス的な芸術家やユダヤ人らから、プールルメリットを剥奪している。 1952年、ドイツ連邦共和国、西ドイツの大統領テオドール・ホイスは、大統領から授与するものとして、平和勲章を復活させ、ただし、これは、ドイツ連邦共和国功労勲章のような、国家的勲章ではない。受賞は科学と芸術の分野を対象とする。主な受賞者としては、ビム・ベンダース、ウンベルト・エイコなどがいる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。